鴨川ダム。鴨川ダムは、兵庫県加藤市黒谷、一級河川、加古川水系鴨川に建設されたダムである。農林水産省近畿農政局が管理する農林水産省直轄ダムで、高さ43.5メートルの重力式、コンクリートダム。旧農林省によって手掛けられた、国営登場側農業水利事業の中心施設として建設され、 ハリマ野中部の灌溉を目的としている。完成後も農林水産省による直轄管理が行われる数少ないダムの一つで、加古川水系に建設された他の直轄ダムと総合的に管理されている。ダムによって形成された人造湖は地元の名称をとって東場湖と命名されたが、関西地方有数の観光地として多くの観光客が訪れるスポットとなっている。 ハリマ平野は、弥生時代中期より、稲作が盛んになった地域である。しかしこの地は、瀬戸内海気候に属しており、温暖な土地柄である反面降水量が少なく、慢性的な水不足に悩まされる地域であった。このため古くより、ため池が盛んに作られ、香川県の讃岐平野や和歌山県の和歌山平野などと、共に、日本でため池が密集している地域となっている。 江戸時代に入っても張馬国は一国を支配していた池田氏が岡山藩に転覆後、姫路藩、赤市藩、赤尾藩など13の中小諸藩に分割され、さらに天領や旗本の諸領が入り組んで複雑な支配体系となり、この地を流れる大河、加古川の有効利用がなかなか図れずの民は、神殿開発もままならない状態であった。明治に入り、 加古川水系の開発が本格的に進められ、支流を利用した大古川疎水が建設されるなどしたが、根本的な解決には至らず、さらに稲作に代わる商品作物として盛んに栽培されていた綿花が地素改正と欧米からの安価な輸入品に押されて壊滅的な打撃を受けた。このため、張馬平野の農家は再び稲作へ活路を、 見出さなければならなくなったが、加古川を利用した農業用水の制は遅れたままであり、政府による大規模な開発を絶望するようになった。1924年、大正13年、加藤軍、加西軍、稲見軍、加古軍、美能軍の張間地域五軍27町村の市長は、東張間農業開発規制同盟を結成。農業用水確保のために水源となる。 農業用ダムと用水路を建設するよう政府に大規模な陳情を行った。この陳情は政府によって採用され、国会での採択が行われた後実態調査が行われた。しかし当時は1931年、昭和6年に満州事変が勃発、1937年、昭和12年の日中戦争から1941年、 昭和16年太平洋戦争の開戦という戦時体制に突入する状況であり、極めて時期が悪かった。このため政府も次第に軍需産業育成一辺倒になり、農業政策が後手に回り、その上1944年昭和19年に小磯内閣が決戦非常措置要領を発布して全資源を戦時体制に費やすことを決めたために、 ダム事業が続々中断され、結果的に過去川筋における農業用ダム建設の話も自然消滅した。太平洋戦争の敗戦後日本は深刻な食糧危機に陥り、食糧を確保に困窮する国民の不満は増大。東京都世田谷区民25万人が皇居へ押し寄せる食糧命令まで発生した。背後に、 日本共産党が活動していることを察知した連合国軍最高司令官総司令部 GHQ は国民の不満を逸らし、石化を阻止するため緊急食料援助を行うかたわら、新規に農地開墾を行って食料増産体制を図り、早急に食料自給率の回復を目指す政策の検討に入った。そして1947年、 昭和22年農林省は GHQ の指示を受けて国営農業水利事業を発足させ全国4水系河川を対象にダム、投資口、用水路を整備して広範囲の農地に農業用水を供給し大規模な補助整備を行って食料増産を図ったこの中で静岡県の大井川、福井県の九ず川、滋賀県の安川ともに第一次の農業 水利事業対象地域に選ばれたのが加古川であり、水源として建設されるダム事業の第一弾として、鴨川ダムが計画された。加古川流域における状況は、終戦後も変わらず、食料危機の到来を機に、農業開発が叫ばれすでに開墾された農地への、水利と新規開拓地の水田化を図るため、再びダムの建設運動が起こった。 その運動の中心となったのが当事上東城村の村長であった橋本一郎であった。橋本は、受益地区である加藤郡十一町村で当番普通水利組合を結成してその組合長に就任、上、福田村長である大西亀次郎と市場村長である近藤次を副組合長に据えて運動を引き政府と GHQ 軍西部の両者に陳情単願を、 繰り返していった。この運動が身を結び GHQ 軍政部資源化に所属するベニー中尉が現地視察を行い、その結果ダムの建設が本格化することになった。農林省は過去側の支流である東場側に合流する二次支流、鴨川をダム建設予定地に決め、ダムで貯水された水を東場側下流に建設する東資港で取水して用水路を整備。 それら施設整備によって東上川沿岸にある4000ヘクタールの農地に農業用水を供給する計画を立てた。この計画は1947年により国営東上川農業水理事業として発足し、根幹施設である鴨川ダムの建設も同年より開始された。だが、ダム建設に伴い鴨川沿岸の土井集落がダムの底に沈むこととなった。 土井集落は7個51人の小集落で、多畑7ヘクタールがあったが、ダムの完成によって、不祖伝来の地を離れることになる。保障に関しては、農林省や東番普通水利組合が、土井集落と度重なる話し合いを行い、保障問題は解決。4年の歳月をかけてダムは建設され、1951年、昭和26年11月に完成。 加古川流域に住む農家の悲願は、土井集落7個51人の犠牲を伴いながらも、1924年の政府請願以来26年目にして実現したのでる。なお、鴨川ダムは農林水産省が最初に手掛けたコンクリートダムでもあった。ダム完成後も、国営登場側農業水理事業は継続して、実施され、1964年。 昭和39年には、投資工や、用水路の整備も終了して、全事業が完成。4000ヘクタールの農地は、用水の恩恵を受けた。しかし、張馬平や、加古川流域全体を見るとまだ水不足に悩まされる、地域が多く、東条側の事業が終了した後も農林省は、加古川流域における、国営農業理事業を継続して行った。1965年。 昭和40年からは、加古川右岸地域における農地管外を目的として、国営加古川西部農業水理事業を実施。西脇市や高郡一帯の農地へ、新規の農業用水を供給するため、加古川支流、野間川を心とした水源開発を行い野間川支流の出原川に、工事アダムが1990年、平成2年に完成。 加古川岩地域の水需要が改善した。さらに1970年、昭和45年からは、加古川素岩地域の加古川支流、美濃川流域一帯の農地へ、新規の農業用水を供給するため、国営東張間農業水利事業、東板用水事業が開始された。この事業では、篠山市を流れる加古川支流の篠山側に、川城ダムを建設して、取水を行い、 鴨川が合流する東場側に、大川瀬ダムを建設。そこから、さらに導水路を建設して、ミノ川支流のしじみ側に、ドントダム、ドンドダムを建設して、貯水を行い、貯水した水を、三木市など、東張間地域の農地に供給することとした。この時、鴨川ダムについても、大川瀬ダムから、鴨川導水路を建設して東場側から導水し、用水の補充を図ったのである。 導水路を利用した広域農業水利事業としては、阿賀野川水系から阿武熊川水系へ導水する、羽鳥ダガム、福島県、鶴沼川の、国営白川矢吹開拓建設事業や、熊野川水系から木の川水系へ導水する、猿谷ガム、奈良県、熊野川などの吉野、熊野特定地域総合開発計画、国営戸塚は木の川農業水利事業などがある。 加古川水系の場合は、加古川本流が大規模ダムを建設する敵地が存在しないため支流にダムを設置して水源とする方針を取ったが、支流はいずれも水量に乏しかったため複数の支流をトンネルでつないで導水し、ダム間の水融通を円滑にする目的があった。このため複数の河川を利用する大規模な事業となり、水量調整などの面で厳密な管理が必要となる。 農林水産省が施行したダムは通常、完成後には、当該樹液地域の土地改良区または、都道府県へ管理委託させるが、加古川の場合は、張馬平野の下半が樹液地域となるため、水利県など、利害の調整が重要であるため、鴨川ダムを含め国営農業水利事業に基づき、完成した加古川水系のダムは全て農林水産が、直轄で管理を行う。現在は、 農林水産省近畿農政局、加古川水系広域農業、施設総合管理所によって、鴨川、川城、大川瀬、ドンと麹屋の五ダムは統合管理が行われている。これらダムは、針間平野の農業にとって、重要な水がめとなったほか、県と、神戸市や三木市、明石市、姫路市、加藤市の上水道及び、針間臨海工業地帯の工業用水道の、 水源としても利用されており、国土交通省近畿地方整備局、当時は建設省が1988年、昭和63年に完成させた、加古川大関と共に、兵庫県南部の重要な水資源施設として、重要な位置を占めている。完成した人造庫は、土地の名前から取り登場庫と命名した。上空から見ると、竜の形をしており、当初は、 ウンルー湖と命名される予定であったと言われる。完成を記念して、富田再花作詞、伊沢文太郎作曲の登場古歌も作られた。1957年、昭和32年には、ダム、登場古周辺が、西国33館の御礼場、第25番札所である清水寺と共に、清水登場古県立自然園に指定された。登場庫は、 兵庫県張間地域における主要な観光地である。湖はボートによる遊覧の他に地マスやブラックバスの釣り場として多くの釣り客が訪れる。東条湖が形成する湖周囲の景観は東条湖八景と呼ばれ、不動岩、芋瀬岩、五所家景岩、倉間橋、和紙の宗屈、宝来橋、屏部岩、水天宮とそれぞれ命名されている。特に水天宮は 東条湖において、最も風光明媚な場所とされ守護神が祀られているが、それは、ダム建設によって、不祖伝来の地を提供した、土井集落7湖51人に対する法音と、観光地としての発展を祈願して祀られたものである。1966年、昭和41年からは湖畔に分譲地が整備され、住宅地も増加している。 ダム完成後早くから観光地としての整備が行われ、1969年、昭和44年には登場湖ランドが開園。以後、オハリーマ地域唯一の遊園地として多くの観光客を集めた。また湖上には外輪船である歴史クイーン号が就航、オートキャンプ場モビレージ登場湖や淡水水族館であるアクア登場、ホテルなども整備されて、 東場湖周辺は一大観光地として賑わいを見せ、1980年代には年間平均で約80万人が東場湖を訪れ、1994年、平成6年に建設省が地域に開かれたダム事業を行う以前においては、日本でも有数の観光客を集めるダムダム湖でもあった。しかし1990年代に入ると、 レジャーの多様化や平成不況などもあって客足は低下。登場コランドは2000年、平成12年5月28日に閉園し、歴史クイーン号も2002年、平成14年に運行を終了。登場コランド閉園2ヶ月後、登場コおもちゃ王国が2000年7月20日にオープンしており、前期のように釣り客やアウトドアで訪れる観光客も多く、 はり地域の主要な観光地とされている。このように観光客が多く集まるダム湖ではあるが、財団法人ダム水源地環境整備センターが選定するダム湖100選には選ばれていない。鴨川ダム、登場声は中国自動車道、兵庫登場インターチェンジ下車後、約10分で到着する。比較的交通の便が良いダムであり、道路も整備されている。至近距離には、 大川瀬ダムがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。